どうも、ベロです。今日はこの前僕の大学に日本の高校生たちがトライアウト受けに来たんですけど、その時に感じたギャップっていうのを話してくれたので、それについてお話ししていきたいと思います。お願いします。まず彼らが言ってたのは、アメリカ人の選手たちはすごい守備が雑に見えますっていうことでした。例えばアメリカの選手たちはすごいジャンピングスローとか逆シングルキャッチとか、まあ、そういうのをよくやるんですけど、まあ、日本の高校生たちは、僕もそうだったんですけど、確かに逆シングルとか逆シングル補給とか、そのジャンピングスロー、ランニングスローに関してすごいネガティブな雑っていう印象があるので、そこについてアメリカ人の選手たちは守備が雑なんだなと思ったみたいです。仮に日本でそのジャンピングスローとかランニングスローとか、まあ、逆シングルキャッチとかすると、まあ、もっと丁寧にやるとか正面で取れとか、まあ、そういう指摘を受けると思うんですけど、まあ、そこに関しては日本とアメリカでだいぶ差はあるなというふうに感じました。2つ目がバッティング練習の時のピッチャーとバッターの距離がめちゃめちゃ近すぎるっていうことを話していました。というのもアメリカの打撃練習のピッチャーとバッターの距離っていうのはだいたい10メートル、まあ、10メートルないぐらいで、しかも傾斜をつけて投げてくるので、もうかなりあの圧迫感と日本ではないような距離感があるので、だいぶタイミングが取りづらかったりとか対応しづらいっていうのがあります。これかなりトライアウトを受ける選手たちにとっては結構死活問題で、まあそのトライアウトってトライアウトっていろんな大学回っていくんですけど、まあ、その大学どこもそのベース距離、ベース感が、投法感が近くて、でそれプラスして、で球も速くてテンポも速くて傾斜もあってってなってくると、すごい対応するのが難しいんですけど、まあ、それに対応して打っていかないと向こうの監督たちは見てくれないわけで、まあ、そこの対応っていうのがすごい難しいなっていうのは言ってましたね。これは学生野球に限らず、まあ、その日本野球界の、日本の野球の普通の練習と、そのアメリカの西の練習の中では一番差がある練習方法なんじゃないかなと僕は思ってます。その日本人からしてみると、その距離の近い打撃練習っていうのはすごい違和感あってやりづらいんですけど、タイミングの取り方がすごいコンパクトになったりとか、そのボールのアプローチに対してすごいアジャストしていけるっていう点ではすごいいい練習だと思うので、日本にいる選手たちもよかったらやってみるといいと思います。やり方としてはホームベースからそのピッチャー投げるところまで約10メートルもしかないぐらいから角度をついた球をピッチャーが投げていくっていうのがすごいポイントです。で今日はトライアウトを受けに来た高校生たちが日本の野球とアメリカの野球で感じたギャップをお話ししました。このチャンネルでは僕、野球のアメリカの大学で野球やってる僕が経験したこと、感じたことっていうのをお話ししたいと思いますので、よければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。